複雑的応 k は特殊な複雑系である。多様な複数の相互接続された要素からなるという意味で複雑であり、変化する能力と経験から学ぶという意味で適応的である。複雑的応 k という用語はサンタフェ研究所のジョン・イイチ・ホランドやマレー・ゲルマンらが作った造語である。複雑的応 k あるいは 複雑性科学という用語は、そのような系の研究を中心として成長した、緩やかに組織された学級的分野を指して使われることが多い。複雑性科学は単一の理論ではない。複数の理論的枠組みがあり、高度に学際的で、生態系、適応系、可変系などについての基本的疑問の答えを求めている。複雑適応系の例として、 証券市場社会性昆虫とありの頃に、生物圏と生態系、脳と免疫系、細胞と肺の発達、製造業、政党や共同体といった文化的、社会的組織がある。CAS と人工生命には密接な関連がある。どちらも、創発と自己組織化が重要な原理である。CAS の考え方やモデルは、本質的に進化的であり、 適応と進化の現代生物学の観点に基づいている。複雑適応系の理論は一般システム理論と一般的なダーウィニズムの考え方の架け橋となっており、ダーウィン的な進化論が宇宙から社会的事象までの複雑な物質的現象を説明できることを示唆している。CAS は相互採用する適応的エージェントの複雑で自己掃除な集合体である。 CAS の研究では、K の複雑かつ創発的で、挙手的な属性に注目する。それぞれの研究者が様々な定義を行っている。複雑的 OKCAS、OK、と純粋なマルチエージェントシステムの違いは、自己相似性、複雑性、創発、自己組織化といった属性や機能への注目の度合いである。マスは単に複数の相互作用するエージェントから、 構成されるシステムとして定義される。CAS ではシステムだけでなくエージェントも適応的でありシステムは自己掃除である。CAS は相互採用する適応的エージェントの複雑かつ自己掃除の集合体である。複雑的応系は接度的変化への耐性を与える適応能力の度合いで特徴づけられる。他の重要な属性は適応性。 通信、協力、特殊化、空間的、時間的組織化、そしてもちろん複製である。CAS は様々なレベルのものがある。例えば細胞はもっと大きな有機体と同じように特殊化し、適応し、自身を複製する。通信と協力は個々のエージェントレベルからシステムレベルまで全てのレベルで行われる。そのようなシステムにおけるエージェント間の協力の 推進力はゲーム理論で分析できる。複雑さの発展の自動的傾向と能動的傾向の比較。過程の最初から存在する CAS は赤で示している。システムの数を棒の高さで示しており、上のグラフほど時間的に後の状態を示している。グラフの横軸は複雑さである。生命体は複雑的要形である。生物学では 複雑さを定量化することは難しいが、進化はいくつかの驚異的に複雑な有機体を生み出した。このことから、高等生物といわれるものへと向かう進化という一般的考え方が生まれた。これが真実ならば、進化は複雑な方へ向かう能動的な傾向を持っていると考えられる。この種の過程においては、最も典型的な複雑さは時と共に増大すると、 考えられる。実際、いくつかの人工生命シミュレーションの結果は、進化において CAS の発生は避けられないことを示唆している。しかし、進化の複雑な方へ向かう一般的傾向という考え方は、受動的過程として説明することもできる。これには分散の増大が関係するが、最も典型的な値である、最頻値は変化しない。 したがって、複雑性の最大レベルは時と共に増大するが、それは全体として生命体が増えたことの結果である。このような無作為過程を制限付きランダムウォークとも呼ぶ。この仮説において、より複雑な生命体へと向かう傾向は、複雑性の分布の中で最先端に位置する、ごく一部の大型で非常に複雑な生命体に注目することによる減影であり。 より多数の単純な生命体を無視した結果である。この自動的モデルでは、種の圧倒的多数が微小な幻覚生物であり、それが世界の約半分のバイオマスを形成し、地球上の生物の多様性の大部分を構成していることを強調する。すなわち、地球上では単純な生命が大部分を占めており、複雑な生命がより多様に思われるのは、 標本化バイアスによるものである。生命が複雑な方に向かう傾向を持たないとしても、特定のケースで複雑な方へ向かわせる推進力が存在することを否定するわけではない。そのような傾向は、システムをより複雑でない状態へと向かわせる進化的圧力と釣り合っている。ありがとうございます。